タスクコマ。どうも、タスクコマです。初めてやりました。もう二度とやりません。というわけで、改めまして、ドゥフアニメを作っているタスクコマでーす。いやー、久々の実写動画なんですけれども、今日はですね、YouTube のコメント欄でタスクコマさんってドゥフアニメをどうやって作ってるんですかみたいなことをよく聞かれるので、なんていうんですかね、ルーティン動画風にちょっとまとめてみましたので、それを皆様に見ていただこうかなと思っております。それではご覧ください。間違えた、ご覧ください。さあ、動画作り1日目の朝です。とっても可愛いお顔の32歳、不機嫌。というわけで、まずはシャワーを浴びて目を覚まします。歯もちゃんと磨いて、お次はご飯ですね。腹が減っては戦ができぬ。アニメ作りは自分との戦いです。お鍋に水を入れて、一人用の鍋の素、そして先ほど切ったキャベツも入れます。あとは蓋をして数分間待つと、キャベツをただ煮ただけのもの完成。もちろんキャベツの味がします。はい、ここからがアニメ作りです。ドゥフアニメはまずイラストから描いていくので、頭の中でアニメの題材となるテーマを決めていきます。そしてテーマが決まったら、イラレというソフトを使って早速絵を描いていきますよ。まずは主人公のタカちゃんからなんですが、ほぼ過去に描いた絵のコピペです。顔はもう大体の角度が揃ってるので、体だけを新しく描いて組み合わせたりもします。次はある程度の画角を考えながら相手のキャラを描いていきます。実際はこんなにサラサラ描けません。泣きながら描きます。そして色を超雑に塗ったら、背景も気合だけで描き切って、あとは各キャラクターを表情や口が開いてるバージョン、閉じてるバージョン、すべて別々に描き出していきます。この作業だけで1日が終わります。さあ、動画作り2日目の朝です。この日が一番つらい。シナリオ作りへのプレッシャーから100回くらい目覚ましが鳴っても起きれません。はい、階段、シャワー、歯磨き、キャベツ、シナリオ作り開始です。シナリオはスマホのメモ欄に書いていきます。でもこれがなかなかできない。もう考えすぎて何が面白いのかわからない。そんな時は筋トレをしたり、ダンスをしたり、時には環境を変えて完全なる不審者になりながら脳みそをフル回転させると、シナリオ完成。人間やればできるんですね。ただその対象に彼は人間らしさを失いました。余裕で1日が終わります。はい、動画作り3日目の朝はもうシナリオが出来上がってるので、気分爽快、気持ちはハッピー。まずはスタジオに行って声を取ります。レコーディングは基本一人で行っていて、アフレコではなく映像なしで一つずつセリフを分けて撮っていきます。こんにちは。あ、どうもお待ちしておりました。電動キックボード止めておく場所はすぐに分かりましたか？セリフの数は動画1本でだいたいこのくらいです。さあ、レコーディングが終わったらすぐ家に帰ってきて、プレミアというソフトを使って映像を作っていきますよ。こんにちは。あ、どうもお待ちしておりました。こんにちは。あ、どうもお待ちしておりました。先ほど撮った音源を 1.2 倍速にするといつものタカちゃんの声になりましたね。次に各キャラクター表情別に口がパクパクする素材を作っていきます。あとはもうこの素材を使いながら、ひたすらタカちゃんや相手のキャラクターのセリフに合わせてアニメの口を動かしていくみたいな、超地味かつ肩バッキバキ、目パッサパサな作業をしていきます。それが無事終わったら最後にテロップを入れて完成。まあかなり雑な説明だったんですけど、こんな感じでドゥフアニメは誰にでも作れます。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。まあね、さっきも言ったんですけれども、かなりギュッてしてある動画なので、本当はもうちょい大変ですよ。3日で終わる時もあれば、4日5日ってかかっちゃう時もあって、私動画のストックがないんですよ。だから火曜日にアップしたらもうすぐ次の動画作んなくちゃいけないっていう人生を、おじいちゃんになるまでやっていかないと生きていけない人間でございます。まあ楽しいからいいんですけどね。というわけで、今後ともドゥフアニメをよろしくお願いします。はい、そしてですね、本日はですね、もう一つ皆様にお伝えしたいことがございます。この動画の最初にプロモーションを含みます的なやつ出てたでしょ。実はですね、タスクコマ久しぶりに
案件をいただきました。ありがとうございます。その案件というのがこちら、ナッシュという冷凍のお弁当というかおかずですね。ご存知ですか？僕ねこれ本当に気になってたんですよ。でちょうどいいタイミングで案件をいただきました。ありがとうございます。もう珍しいよ案件もらえるなんて。でほらキャベツしか食べてなかったでしょ僕動画の中で。あれリアルなんですよ。でなぜそんなことをしてるのかっていうとダイエットなんですね。実はですね僕一昨年から昨年にかけて40キロ痩せたんですよ。すごいでしょ。僕自身もすごいなと思って油断してたらその後に40キロリバウンドしたんですよ。で123キロから84キロとかまで痩せて、それが今年になってまた123キロに戻っちゃったので今もう一回ダイエットしております。でやっぱダイエットってさもう何食べたらいいのか分かんないじゃないですか。でその40キロ痩せた時はなんかコンビニでカロリーの低いものとかを買って食べてたんですよ。ただやっぱ一回コンビニ行くと1000円ぐらい使っちゃうじゃないですか。で今回のダイエットは、自炊しようと思った結果、キャベツになりました。ただねちょっと栄養とかも気になってて、それでこのナッシュ僕も何回かこう見たことがあって、うわこれいいなと思って、結構なんかね栄養バランスとかもすごいらしいんですよ。まあ、とりあえず今めちゃくちゃお腹減ってるので、今日は実際に作って食べてみたいと思います。こちらチリハンバーグステーキというものですね。まあ、どうせなら肉食べたいなと思って、蓋を左下から 3,4 センチ剥がして500ワットで7分から7分30秒 OK。 ちょっとありえないぐらいいい匂いしてきたんだけど、これ食べてないけど絶対うまいぞ。さあというわけで完成しました。もう匂いだけでね、これマジでご飯ください、これさご覧くださいじゃなくてマジでご飯くださいのレベルの超いい匂いがしてる。早速開けてみたいと思います。うーわうーまそうすげえ。うわなんかいろいろ入ってんだ。じゃあいただきます。わーキャベツは入ってないかな。よしオッケーいやじゃあまずねハンバーグからいただいてみたいと思います。うわ柔らかい、肉汁がやばい。いただきます。マジでうまい。案件だからとかじゃなくて、普通に僕が今まで食べてきたハンバーグの中でベスト3には入る。あ、こんなにレベル高いんだこれ。めちゃくちゃうまい。でね、なんかね、いろんなおかずが入ってるんですよ。副菜がちゃんと。ブロッコリーも美味しい。なんか冷凍感がないです、マジで。何なんだろう、こっちは。人参かなこれは。うん、うまい。なんだろう、あ、ポテト、なんかわかんないけど全部うまいわ。ごめんなさいね、なんかただただ僕がご飯食べる動画になることは分かってたんですけど、ご飯ください。本当に超うまい。びっくりした、本当に。本当にっていっぱいいっぱい言ってるから、なんか、本当感薄れてると思うんだけど、本当にうまい。本当に美味しい。うわ、すごいな。冷凍でこんななんだ。今の冷凍技術。いや、これはナッシュがすごいんだろうね。今の冷凍技術とかじゃなくて。うまっ。これは、いいわ。マジで。マッシュポテトとなんかそら豆なのかなこれは。香りもいいね。うまい。僕なんか
チリソースにそんな思い入れなかったんですけど、すごいチリソースですよこれは。そんなになんかチリソースっていうものを意識して食べたことがなかったんですけれども、このチリソースは本場の味ですね。うん、ここだけちょっと今適当なこと言いました。でもマジでうまいです。いやーマジで美味しかった、ごちそうさまでーす。はい、というわけで普通に完食してしまったタスクコマでーす。本当に美味しかった。冷凍食品でくくっていいのかわからないぐらい美味しかったです。本当お店で食べるハンバーグよりも上なんじゃないかなと思いました。多分食べてる時の顔を見てもらえればこれが嘘じゃないって分かってもらえると思うんですけれど、ごめんなさいね。というわけで今日はですね、最後に実はさっきタカちゃんから私宛にお手紙をもらいまして、それをちょっと読んでいこうかなと思います。まあ僕が生み出したキャラなんですけれども、なんかね伝えたいことがあったらしくて、ちょっとじゃあ、お手紙をねタカちゃんからもらったので読んでみたいと思います。タスクコマさんへ、いつも引くほど面白い動画を作ってくださってありがとうございます。おかげさまで私タカちゃんは毎日飽きることなく多種多様な変な人と楽しい日々を送っています。なんかナッシュに似ていますね。だってナッシュも毎日飽きることなく多種多様なとっても美味しい料理を食べれるんですもん。まあこれ完全にナッシュの説明だな。ナッシュは社会課題である生活習慣病の抑制のために栄養バランスのいい健康的な食事を手軽に食べられるサービスを目指してるんですって。サイト上のメニューは全てナッシュ独自の栄養価基準、糖質 30g 以下、塩分 2.5g 以下を満たし、ご自宅に冷凍で届くのでもちろん調理不要、電子レンジで温めるだけで簡単に食べられます。タカちゃんナッシュで働いてるの？お味はいかがでしたか？冷凍なのにとっても美味しいナッシュは自社専属のシェフ、管理栄養士がメニューを調理開発しており、美味しさにもこだわっています。タスクコマさんみたいにアニメ作りに追われて忙しい毎日を送ってる人でもレンジでチンするだけで自宅で本格的な料理を食べられるなんてもったいない。なんだもったいないって。ナッシュのメニューはなんと60種類以上もあって、もちろん自分の好きなメニューを選べます。6食、8食、10食とプランも選択でき、しかも毎週3品は新商品が登場し続けるので、タスクコマさんは同じやつばっかり頼むんでしょうね。選ぶよ、なんで60種類以上もあるのに同じやつばっか食べるんだよ。累計販売食数7000万食を突破、環境に優しい紙パッケージを利用していて、後片付けも燃えるゴミとして捨てるだけ。一人暮らしの人、子育てや仕事で忙しいパパ、ママ、田中さん。誰？忙しくて自炊はできないけど健康的なご飯が食べたい、自炊だと食材を余らせてしまい逆に割高になっちゃうという方にもおすすめです。タカちゃんより。急に終わった、なんだこの手紙。まあナッシュの素晴らしさが分かったからいいか。しかも今回なんとこの動画の視聴者様には最大5000円オフクーポンを配布中ということなので、1回目の注文で2000円オフ、2回目が0円で3回目が3000円の計5000円オフクーポンで、初回6食セットを頼んだ場合ね、1食あたり365円でこの美味しい料理が買えちゃうんです。素晴らしい。ナッシュの5000円割クーポンはですね、この動画の概要欄からの限定クーポンになりますので、もし、テレビで YouTube を見てるよっていう方がいらっしゃいましたら、一旦スマホかパソコンでこの動画を検索してもらって、概要欄からチェックしてみてください。というわけで、今日何やったんだっけ？そうだそうだ、動画作りのね、ルーティーン、もう多分誰一人覚えてないと思いますけど、まあ、僕はね、今日ね、このナッシュ単体で食べたんですけど、ぜひね、もういろんな組み合わせ、いろんなアレンジをしてもらって、健康的な食生活を皆さん送ってください。僕は、ナッシュとキャベツを食べます。というわけで、以上、タスクコマでした。ありがとうございました。バイバイ。これからもよろしくね。
ポチッとポチッとポチッと登録、ポチッとポチッとポチッと登録、タコスコマ、タスコクマ、いいえタスクコマ。